あ、そっか。おや、あさこ、あなたいつ帰ったの？たった今よ。薬局の中で見てたんじゃないの？いいえ、ちっとも知らなかった母さん。そう、見てるんだと思ってた。ごめんなさいね。それはいいけれど。また行かなかったのね。あら、母さん、行ったわよ。お弁当を届けさせたらおいでになりませんって変な顔して帰ってきたよ。本当はどこかで遊んでたんだろう。ひどいわ、そうじゃないのよ。本当に行ったことは行ったのよ。そしたらね、よしこさんが帯留めね、前から言ってたでしょ。あれを買いに行くから付き合ってくれっていうの。お裁縫は嫌だし、ちょうど幸いというところね。でもお友達がそういうもの仕方がないわ。お付き合いよ。この間お師匠さんにお目にかかったら何とおっしゃったと思う？あなた。なんて？よそ、かわいそうだから。あらあら、母さん、なんておっしゃったのよ。言いかけといてやめるの？そんなことってないわ。さ、母さんだな。なんです、それは。あなた、いくつ？だって。じゃあ、言ってくれる？薬学校の方じゃ優等生だったそうですが、お裁縫の方じゃ劣等生ですって。卒業の見込みないそうですよ。まあ嘘でしょ。自分で聞いてみるといい。私が尋ねたらその通りっておっしゃるに決まってるわ。自分で分かってればそれでいいさ。そうじゃないの。あなた、自分でいけないって言われることが分かってれば少しは精を出すものよ。違うんだったら、母さん、お師匠さんは私をからかうのよ。そんな風に言って呆れた人だ。あなた、それで自分では一人前の腕のつもり？卒業の見込みなしってほどではないと思うわ。うん。何よ、母さん。だって、あなた。嫌な母さん。あなたのお裁縫は私が見たって到底卒業の見込みはありゃしないよ。あら、困るわ。私、ちっとも怠けてなんかいやしないのよ。だけど、あれでしょ？3年間お針なんか持たなかったんだもの。そりゃ女学校の自分はやったけれど。そうかな。女学校の自分だって大概母さんが代わってやっていたようよ。そうだったかしら。
嫌だよこの人は。そうだったかしらもないわ。でも古い話だから覚えてやしない。私はさすらえた方で忘れないからいい。母さんは物覚えのいい方よ。どっちかっていうとあなたにはかなわない。どうして？どうしてでも。もうできるのそれ？もう少し。今どこやってるの？裾回しんところ。こないだ中のとはまた違ってるの？ねえ、また違うのをやってるのかい？そう、そら、とうとう間違えちゃった。母さん、いろんなこと言うから。ほら。だってあなた、散々人に喋らしておいてちっとも聞いてはしないじゃないの。だから、何よ。何言ったの、今。つまりね。あら、いやだ。つまりなんて話じゃなかったのよ。少しは真面目に人の話を聞くものよ。真面目に聞いてるわ、私。でもなんだか訳がわからないんだもの。これ以上真面目になんてなりゃしないでしょ。だからさ、一体どうする考え？そんなに次から次へお人形の着物ばかりこしらえて、お人形屋でも出すつもり？出たらそうしたいわ。そんなこと言って、母さんはからかうんじゃないでしょうね。どうして？どうしてって、そうじゃないか。でも、私することがないんだもの。することならいくらでもあるじゃないの、他に。どんなこと？じゃあ。そうね。お茶を立てるとか、お裁縫だとか、他にも花を生けるとか、それからまた時にはピアノをさらうとか、なんだってあるよ。それだけあればすることがないなんて言いやしないな、母さんなら。そうかしら。贅沢よ、あなた。でも、私役船に行ってた間、ちっともあんなことしなかったでしょ。だから、この頃になって急にあれやこれやいっぺんにやりだすとね。母さん、怒っちゃ嫌よ。怒りゃしないわね。私ね、あんなものがなんだかみんなこう大変な大仕事見たような気がしてならないの。木曜がお茶で、土曜がお花、月曜がピアノで、その他の日がお裁縫でしょ。だからその他の時に一人でやってみる気なんて起こりゃしないの。そのくせじっとしてると長い間学校にいたせいかしら。時々、私ね、お友達のことなんか考えてみるのよ。野田さんやなんかどうしてるかしら、なんて。お読み入りなした方かい？医学部の研究室にいる人よ。私もしばらくあそこにいたわね。私が家に帰ることに決まったので、代わりにあの人が行ったのよ。あなたは、今でもやっぱり、理化学研究所に入らなかったことを、なんとか思ってるんじゃない？そりゃ、惜しいには惜しいだろうけど、先生方もあんな風に言ってくださったんだし。母さん、私もう何とも思ってやしない、それなら。そう？そんならいいけど。こないだこしらえた人形ね、おさむさんが持って帰ったのよ。あれが一等出来が悪いんだのに。どうしてそんなの持って帰るんだい、あの人。知らないわ。変な格好してるのよ、そりゃ。他のと取り替えるからっていうのに、これじゃなくちゃ嫌だって聞かないの？へんてこなところはあなたの感じが出てるんだろう、きっと。ひどいわ、母さん。あれで、いろんなことをしてみるらしいね。おさむさん、建築の写真なんか集めてるのよ。文学部なんだろ？本当は芝居の勉強がしたいんだって。芝居って、あの芝居かい？歌舞伎やなんかでやってる。さあ、私にもよくわからないんだけれど。変なことをするんだね。他にすることがありそうなものを。だって、そりゃ仕方がないと思う。母さん嫌い？あの人。好きさ。いい人だもの。けど、やってることはね。音楽？あんまり好きじゃないね。私たちにはわからないのよ。うちじゃみんな化け学なんだもん。それで、あなたにもしょっちゅうそんな話をするの？文学だとか芝居だとか。知ったのよ。私がそんな話を知らすと妙な顔するのよ。わからないと決めてるんだね。決まりが悪いのよ、きっと。赤い顔するのよ。何考えてるんだかわからないね、若い人って。それじゃあ、いつもどんな話をするの？話なんてしやしない。でも、ピアノのお稽古を済んだらすぐ帰っちまうってわけじゃないでしょ？先生がお帰りになったからだって、あなたたちずいぶん調子に乗っておしゃべりしてるようよ。母さん、大概そばにいるじゃないの。いない時のこと
よ。いない時だって同じ。昨日はお天気だったが明日は雨だろうとか、うちの2階のはしご段は12段だけれど、あんたのとこは何なんですって話なの。そんな話ばかりか。そんなにいつもいつもお天気の話ばかりしやしない。あなたのは大概その辺よ。まあ母さん、私が言うのよそれは。悪い癖よ。はばかり様。いくつだい、おさむさん。知らない。24、3。じゃあ一つ下ね、あなたより。そうは見えないね。老けて見える方ね。男はその方がいいんだよ。女は、女はあなた、バカなこと聞くもんじゃない。いつだってそれよ、あなたは。あなたこの間よしこさんところへお呼ばれしていたね、お祭りとかで。その時どなたかに会った、あそこで。いいえ。そう、よしこさんのお兄さんって、私あんな方知らなかった。あの時まで会ったのかい、その方に。鈴木内科へ出てらっしゃるんですって。ひろしさんって方だね。あら、母さん知ってるの。そりゃあなたの知らないことで私の知ってることだってあるさ。来た来た。あら、何です、あさこ。来た来たって何。うさぎを追い出してるつもりですよ、おばさん。ほんと失礼よ。けしからんね。他人が入ってくるといきなりゲラゲラ笑うって方があるかい。今ね、今あんたのこと言ってたの、あさこ。母さんね、あんたの悪口言ってたのよ。だから慌ててるの。嘘よ、あさこがそう言ったの。あら、私じゃないわ、自分こそ。どうも大変なところへ入ってきたらしいな。逃げ出した方が無事かな。大丈夫よ、そんなにいけないことじゃないの。どうだか。本当にどうだか知りやしない。あなただね、悪口言ったのは。違ったら。そうに違いない、分かってるさ。まあ睨んだって怖くないよ。ほら、その次は。ダメダメ、たった今叱られたばかりよ。へえ、それならそうと早く言ってくれるといいのに。大失敗だな。いいわよ、今日はもう君とは口を利かないから。大変なことになったもんだな。あ、忘れてた、おばさん、母からの言づかり物です。それでちょっと学校の帰りに。あ、そう、ご苦労様。何か用じゃないんです。礼儀上、到来物ですって言うんだって。中身は藤屋の羊羹。何か言って。いいえ。母さん、相変わらず忙しい。そう言ってますね、口癖です。性分ね、この頃ちっとも会わないので寂しくってしょうがない。ちっとは遊びに来るように言っといてくださいよ。向こうでもそう言ってましたよ、あちらは暇人だからって。暇人、ひどいこと言うね。うちは商売があるから。なんといってもあなたのうちの方がやっぱり暇よ。そりゃそうですよね。でもやっぱり何か考えてますよ。おさみさん、座らないことに決めたの。うん、僕もそうしたいんだが、一向にお許しが出ないし、それに場所も。ごめんごめん、うっかり。よろしよろし。母さん呼んでる。ほら早速だ。おさみさん、ちょっと失礼。やっぱり忙しいでしょ。相変わらずだな。楽譜持って帰ったでしょ、この前の時。そうそう、言わなかったかな。いけない人よ、弾こうと思ったらないんだもの。楽器ないのに楽譜どうするの。使い道は一つじゃないよ。あれなしじゃ弾けないのかい、まだ。あら、自分だってそうのくせに。冗談だ。弾ける。ああ、本当に。あなたとは少し違うね。まあまあってなんだ。はって、まあだわ。おやおや。おやおやでもないわ。まあ、なんだね。あさこ、あなた分かってるんでしょ、小宮さんの風邪薬。アミノピリンを抜くのよ。それだけじゃ分かりゃしない。フェナセテン 1.5、ブロバリン 0.5、ケンチャナ 0.。 いいわ、私がこしらえてこよう。あの人、どんな薬にでも中毒するんですって。あんなのもないわね。あれだけがあの人の取り柄。一つ身についた取り柄があれば大したものじゃありませんが、僕見たようなものもいるんだから。あなたはそうでもないらしい。なぜ。あさこなんかしょっちゅう褒めてますよ。あれは言えないんだ、悪口なんか考えつかないんですよ。悪口一つ一人前言えないってことになるじゃないの。
自慢してもいいと思うけれど。そうだろうか。どうして？理由なく。いや、ありますよ、理由は。好みの問題ね。そうとばかりは言い切れないんだ。他人事だからよ、あんたは。まあ、そう言って言えないこともないけど。世間一通りのことをさ、あんまり知らなさすぎると思うの。それが…しかし、どこへ出してもそのままで押し通せる世間知らずっていうのはね。ああ。いいんですよ、そりゃ。素敵じゃありませんか。そういうとあなたは知ってるように聞こえるけれど。知りません、僕。お話にならない、それじゃ。おばさんしてそうですね。そうね。年の開きだけは。案外簡単なものなんだな、それじゃ。バカにするんじゃない。どんなものです？世間。ええ。世間は…世間でしょ。まあ。苦しくって、うん、悲しくって、うんうん、醜くって、下品で。時々はいいこともあるさ。いいこともね、それだけ。まだまだあるね。おいおいわかる。やっぱり予備知識はいりませんね。おいおいっていうのは、いる時が来ればわかるという意味でしょ。その時が来てもわからないという人間は、いらない人かバカかどちらかでしょう。朝子はバカな方なの？前の方じゃないですか。何にも知らないでいて、いきなりひどい目に遭わされたりするとどうするかと思うの。そこんところよ、私の案じるのは。それは悪いやつですよ、そういうやつは。ずいぶんいるじゃないの、そういうのが。そりゃ仕方がないな。それに悪者だとか悪運だとかいうやつは、気を配ってる人の方が捕まりやすいんじゃないですか。理屈を言ってるのよ、あんたは。まあ、心配しなくてもいいでしょう。そんな暇に、そろそろいいお婿さんでも探した方が実際的なんじゃないの、おばさん。もらい手があればね。おりますよ、いくらでも。おばさんの方で欲しがってるだけじゃないの。お裁縫一つさせてもね、私が気をつけないでほっとくと袖口まで縫い詰めてしまうの。そんなのよ。まさかと思うでしょ。嫁にある先様に厳しいご両親でもあればすぐで戻りだもの。そうなったら笑い事じゃ済まない。そういうところへやればいい。それを承知の。というよりも、そういうところを買ってくれる。ないでしょ、そんなの。生煮えのご飯を食べさせられてニヤニヤしてるなんて。もしあったとしたら、少し気味が悪いわね。そんなこと言ってて。じゃあ一体どうするんです？ほっといたらだんだん遅くなるばかりじゃありませんか。さあ、だからさ。あれで、理化学研究所だけは当によくよく入りたかったらしいのね。それはそうでしょう。何か言って、あなたに。いいえ。口を合わせてるようね。あなたが文学の話をするのかって聞いたら、やっぱりいいえって。だって本当だもん。気になるんですか、それは。ならないこともないの。あなたなんかそう思うでしょうね。入りたければ入れてやればいいって。僕はやはりこれでいいのかと思うけれど。私たちはどうしていいのかわからないの、本当のところはね。みんなあの人が可愛くって仕方がないのよ。だからあの子の好きにさせてやりたくなったり、そうかと思うとそれがかえって当人のためにならない気がしてみたり。少しは親の思惑でも押し切ることだったらいいんだが。いちいち押し切るようじゃ一層困るんでしょう。そうかもしれない。でもあんなのも今時ね。どちらにしても不足は言うか、親って勝手なもんだな。しかしそういえばそうかもしれないな。なあに？一人がてんじゃわからない。研究所へ入っておいた方が、おばさんの、ほら、世間知らずで押し通れたかもしれないと思うんだけど。そこが難しいところね。女ってのは結局、あれだ、つまり。そう、それなら同じことです。これでいいんですよ。どうするつもりなんだろう。あんなに人形ばかりこしらえて。含むところあるように見えるんですか？まさか。でも何にも言わないから。言うことがないからでしょ。簡単ね、あなたのは。そんなに気になるか？私ね、私、なんだかあの子に大変悪いことをしたような気がするの。もちろん気が回るのよ、これは。自分でもおかしいと思うんだが。なんとも思ってやしませんよ。そんなんじゃない、あれは。朝子の理解者ね、あなたは。あの人のすることなら、すべて賛成しますよ。大変ね。少しファンの方かな。お嫁さんにもらってくれるかしら。おばさん。いや、冗談冗談。あの人がもっと年下ならそう言うのよ。あなたはまだまだ勉強するんだものね。なかなかうまいや。私もそろそろ決心しなくちゃいけないかしらね。早すぎやしないわね、24。そうですとも。どこかにいいお話があるんですか？まあいいですね。
医者やはり。ああ、あの人の知ってる人？いいえ、でもタオヤなんかは知ってるの。お友達のお兄さんで、お家もよく知ってるし。それならいい。鈴木の役が出てる方なのよ。ああ、そうですか。それで…ばあさん、電話。そう、どなた？知らない。男の方よ。誰だかわかりますかって笑ってるの。嫌だわ。そうかい。今お店に来た人ね、爪切りをくれって言うのよ。うちは薬局ですから爪切りはありませんって言ったら、そしたらカミソリの替え刃っていうの、化粧品ならありますって言うとね、僕の奥さんは37になるが今日まで一度も和製の化粧品を使ったことがないのが誇りなんだって。この間もドイツのなんとかいう会社に直接注文して20何円もするクリームを取り寄せたんだって。それでね、僕は主戦論者だが、その第一の理由は、もし戦争が始まったらうちの奥さんも少しは国産愛用者になるだろうと思うからだって。店でみんな大笑いしてるのよ。こないだ持って帰った人形どうして？おばさん笑ってたでしょ。いやだわ、聞いてないのね。どうかした？いいえ。そう、だったらいいけれど。あなたはいつ来ても人形をこしらえているね。そういう時ばかりやってくるのよ。明日お嫁入りっていう日でもそうしてるんだろうな。いやだ、お嫁入りなんて。どうするんだ、出来上がったの。売りに行くの。みんな同じこと言うのね。おばさんもそう言った。たった今よ。人間の考えてることなんて大概同じようなものだな。私は違う。違う？どう違う？どうだか知れないけれど。違うわ。私はただこしらえるだけよ。できたらどうするなんて考えてやしない。そういう気持ちだけが嬉しいんだね。そういうことになるのかしら。そうばかりでもないんだがな。何言ってるんだか分かりやしないじゃないか。そんな風にちゃんと考えてみたわけじゃないの。でも、そういうことになるわけね、結局。結局じゃない。初めっからそうだ。じゃあそうしときましょう。私、これをしている間は気が伸び伸びするわ、本当に。つまらん！つまらんことだよ！何の役にも立ちやしないからね。明日にも結婚する人が人形の着物を縫ってるなんて考えたっておかしいよ。もうそろそろお料理の研究でも始めるんだね。意地悪ね、今日は。私、明日にでも結婚するの？誰と？そりゃ明日は。そうさ、明日はしやしないさ。だけど、明後日はするかもしれない。そうだろ？結婚しないなんて考えられない。それは、そう。女だもんね。そら見ろ。何？何威張ってるの？あなたは、どんな人と結婚したいんだ？医者か！そう。はっきりするんだ。法学士の外交官か！法学士はいけないな。他人をバカにすることしか知らないんだよ。それに医者は、医者は他人をバカにしない代わりに自分がバカになることがある。医学部の人って遊ぶんじゃない？知らない。医者だね。医者か、やっぱり。そりゃ医学部だっていろいろあるさ。結局は一人一人引き抜いてみなければ十把人からげには行かないと思う。外してよ。外してなんか知るもんか。そんな統計って見たことがない。あんたはどう思う？自分と同じ方面の仕事をしている人とまるで反対の仕事をしている人、どっちがいいと思って結婚するのは。知らんね。結婚しない間にそんなことが考えられるのは女だけだ。私の友達なんか全然反対の仕事をしている人とお互い助け合っていくのが本当の生活だって言うんだけれど。どうだかわからない。薬学をやった者は医者の奥さんになればいいよ。無理がなくて当たり前できっと幸せだろ。あんたはどう思う？もしもあんたが私だったら。どうしてそんなことが聞きたいの？聞くだけだったらいいでしょ。参考のために。笑うことじゃない、大変なことだ。だから聞いてるのよ。そんなこと聞いたって仕方がないよ。どうして？だってそうじゃないか。結局
あなたはあなたで、僕は僕さ。そこんとこはどうにもなれやしない。あなたはこの頃そんなことを考えているのか。子供じゃないものも。ああ、なるほど。本当よ。平凡ね、私の考え。大変いいと思うよ、それは。軽蔑するでしょう。いけないな、そんなこと言うのは。軽蔑なんかしやしないよ。ところで僕は何をうじうじしてるんだろう。バカなやつだ。え、なんて言ったの今。いいことだ、君の知らない。変よ。そうかな。変だわ。ドラ、帰ろう。もう帰るの？話すこともないらしいからね。いつもね、それは。来週月曜は来るんでしょ、お稽古。来られないだろうと思うんだ。再来週は？多分。じゃあまたその時ね。来られないだろう。この次も、これから先もずっと。ほら、どうして？どうして僕そうもあるもんか。来られないと言ったら来られないんだ。母さん、母さん。なんだそれ。母さんを呼ぶのよ。呼ぶのさ、大きな声だからね、あなたの声は。呼んでどうするのだ。呼ぶだけよ。じゃあ呼ばなくたって同じじゃないか。なら、帰るなんて言わないか。母さんは、私のしようと思うことは何でも黙ってしてくれるから。いいよいいよ。僕だって黙ってしてやる。強い女だな、君は。よしこ様のお兄様？あたしじゃないでしょ。母さんいるんでしょ。そう。お客様らしい。やっぱり帰らなくちゃ。ダメダメ。今帰っちゃダメよ。もう少し。だって、僕の知らない人だ。大丈夫よ。紹介してあげるから。してほしくないよ。よく知ってる人？一度会ったの。紹介も凄まじい。一度会った人か。どうしたの？立ち裸って。帰るんですって、急に。なんだか怒ってるみたいよ。バカね。晩まで遊んでてもいいんでしょ？まだ日があるから暑いよ。晩ご飯済ませてからなさい。しかし、遅くなると。心配なんてするものか、あなたの母さんが。親戚と言ってもいいんです。須藤修さんはつけたりつけなかったり。上野博さん、朝子のお友達のお兄様よ。さ、どうぞ。まあいいじゃないですか。ごゆっくりなさい。私が入ってもいいでしょ。そら言わないことじゃない。この間どうも失礼しました。あの時言ってらした症状ね、今日血液検査表ができました。やっぱりあなたのおっしゃる通りでしたよ。まあ、本当ですか？やっぱり私の言った通りでしたの。しかし、完全にあなたの勝ちというわけではない。その3番目の表をご覧なさい。あ、それじゃあその下。それそれ。中静脈血の窒素含有物の定量です。まだまだ議論の余地はありそうですよ。もっともこれ…私、忘れていましたわ。この間はどうも、ごちそうさまでした。いや、どうも。なに？突然びっくりするじゃないの。いいわ、母さん。また。母さんこそ。ちっともわかりやしな。母さん、さっきの電話誰？うまくごまかした。ああ、違うんです。本当なんですよ。ご自分の名前もおっしゃらないで、誰だかわかりますかって笑ってるんですもの。とても変なのよ。あら。どうも。あらあら、母さんどうしましょう。私大変なこと言ってしまった。知らない。私は知らない。学校は何をやりです？は？独文ですの。いいな、そいつは。怠け文学部。笑われた、司会司会。私は美学をやりたかったのだが、親父がどうしても許してくれないので、とうとう医者にされてしまいました。大した方向転換です。尺に触ったもんで、一週間ほどってものを食事を取らないで頑張ってやりましたよ。もっとも、それはうちだけで外ではやってましたけれど。おや、そうでしたの。おさむさんと会うわけですよ。あたくし、ちょっと失礼。文学は何を専門になさるんです？何言って、別に決まってやしないんです。おっしゃいよ。言うことなんてないじゃないか。あるんですよ、本当は。そりゃあるでしょう。あのね。おしゃべりはよせったら。いちいち余計なことを言うもんじゃない。どうも、唇が乾いて仕方ないのですが、
あれはやはり胃が悪いせいでしょうか。しょっちゅうそうなんですか。ええ、この頃ずっと運動不足よ。できませんね、そりゃ。暇で困ってるくせに。それはあなたのことでしょ。あら、私はとても忙しいのですよ。毎日いろんなことで、お茶とか花とか。あんなもの。おやおや、何が面白いんでしょうね。私なんかちっとも面白くない。やってるうちにわかるのでしょ。わかるまでにはよしてしまうんですよ。しないのと一緒ね。よそうかしら、私。よすことは一番に言いますね。待っててね。いいですね。あの人、朝子さんですよ。綺麗ですね。美しいも美しいけれど、それに頭も悪くない。どちらかといえば優秀です。それはそうだが、優しくって温かです。ええ、優しくって温かでもあるけれど、まだ言い足りないのですか。そんな気がします。なんだか少し変なんです。誰もがみんな持っているはずのものを持っていない。いや、誰もみんなが持っていないものを持っている。そう言った方がよくわかる。そうですか。そうですね。え、やっぱりね、人間は恐ろしく三分的なんだと思うけれど。化学のせいですね、それは。物事を極端に大掴みにしてみるか、めちゃめちゃに砕いてみるか、そんな習慣がつきますからね。そうでしょうか。その点に関しては私も負けない方ですよ。何、僕だってそうだろ。詩だとか小説だとか、そんなものは読まないようですね、あまり。雑誌だって読みはしませんね。映画や芝居なんてのも生まれてこの方見たことのない人です。雑誌もですか。少しひどいですか。いえ、私は雑誌は認めません。女の雑誌はね。自分じゃわからないんだと思ってるんです。ほう。あなたもあの人のことが好きになりそうですね。好きですね。大変好きです。本当言うと、私はあの人をもらいたいと思ってるんです。サイ君にですね。私は今年33です。どうしてそんなことを僕におっしゃるんです。僕たちはまだお話ししてから5分間しか経っていませんよ。それじゃあまるで長い間の友達みたいじゃありませんか。構わないじゃないですか。あなたはいい人だと思いますよ。ますます驚きますね。どうしてです。そう感じたからです。見たとき。至極簡単ですね。そんな直感を信用なさるんですか。信じますね。医者ってのは一体そういうものです。妙ですね。そりゃ一番科学的にものを見るはずの。あなたはどうです。さあ、僕は。私はあまりよくは思われていないようですね。どうしようかと思って考えてるところです。私もこれで悪い人間ではありませんよ。そうは見えませんか。間違ってるかもしれません。もしそうだったら許してください。これは多分邪推かもしれません。だから、しかしはっきりしておかないと後でみんなが困ることです。万一です。万一ですね。あなたが朝子さんを。もしそうだったらどうするんです。困りますね。困ったって仕方がない。いや、しかしやはり困るより他仕方がないでしょう。私だってあの人を愛しています。そうし始めたところでしょう。それは、しかし5年でも5分間でも時間の問題ではないと思うけれど。そりゃそうですね。まったく。しかし私はあなたも好きです。よしましょう。僕は年上の人に同情されるのは好まないのです。ことにその理由がない場合。いや、まだそこまでは言っていない。同情されるのは私かもしれない。私は。どうぞ。妙に神妙だな。接待係。いいものができてるでしょう、その腕で。砂糖と食塩を間違えたりなんかして。大丈夫、みんな母さんがするんだから。なんだ、運ぶだけか。
それなら運搬係の方だ。いいからあちら行ってなさい。うちの妹なんかもしょっちゅうやられてます。万事あの調子ですね。動かざること山のことしっていう感じです。ところが、だんだんあの顔が怖くなるのですがね。見てると偉いものだという気がしてくるのでしょ、きっと。もう少しすると、わけがわからなくなります。一人相撲ですからね。殴りつけるより他に逃げ道はないのです。見る人にもよりますね。それはあなたの神経ですよ、きっと。あなたは？私は、ありふれた医学士ですよ。あなたは、あの人のご主人にちょうどいい方のようです。健康で率直で、いい常識を持っていらっしゃる。それに、身分もちょうどいい。真面目にお話ししてください。なるべく静かにしましょう。こんなことは、あの人に知らせたくないと思いますからね。あなたも依存はないでしょ。あの人をびっくりさせるだけの話ですから。僕は冗談なんか言ってやしませんよ。こうなるってことは、初めから分かってたんです。何かしら、僕にはね。なんだかそれを待ってたような気もするんです。そりゃ、どういう意味です？僕はあんまり長い間、あの人を眺め続けてきました。この頃じゃ、少しやりきれない気がするんです。こんなことをしているのがです。だけど、今さらどうすることもできやしない。今急に僕が来なくなったりしたら、家の人が変に思いますからね。だからといって、僕は今になって、僕を愛してください。なんて言えませんよ。笑われるかもしれませんからね。長い間他人に見られないで、他人のすることを見ていた罰でしょう。私には、どうもよくわからない。なぜあなたは…いや、僕の考えは多分間違ってるでしょう。それは分かっています。まともな考え方じゃないっていうのは分かってくるんだけど。でもやっぱり、そんな気がするんです。どうにもしようのないことです。あの、人を食った顔を見てると、僕はあっけに取られてしまいます。あまりの見事なとぼけ顔にぼんやりしてしまうのです。手も足も出せなくなる。言葉がありますが、多分こんなんだと思いますね。だから、誰か、あなたでもいい。そんな人が不意に現れて、どんどん物事を処理してくれたら。あなたは少し、自分勝手を言ってやしませんか。あなたがぼんやりするのは自由です。しかし、朝子さんの方はどうでしょう。どうって、何です。そうですね。あなたが、ただあっけに取られているんじゃ、あの人、失望しやしませんか。いや、それはつまり、どういうことかっていうと、それですか。それなら大丈夫です。僕は完全に無視ですよ。こんな服を着ていますからね。眼中にはないのです、あの人。僕は失恋ですよ。そりゃ、そうかもしれない。あの人にかかれば、誰だってそうでしょう。私だって多分。しかし、悲しいことにその態度も、すっかり僕の気に入りました。堂々と、まるで風のように僕を失恋させましたよ。そうなりますね。それを押し切ることを、あなたの自尊心が許さないとすれば。自尊心だとおっしゃるんですか。そう見てくださるなら、それはあなたのご好意だと思っておきます。僕はあなたとお話ししていて本当に恥ずかしくなりましたよ。あなたもやはり誰もがみんな持っていないものを持っておられるようです。僕は顧みて自分のことを恥ずかしいとは思いましたが、あの人のこれから先を考えてみて非常になんだか楽しい気持ちがしてきました。あなたは私のことを前からご存知だったのですか？ええ、あなたのおいでになる少し前から。私があの人と結婚したがっているということも。それから
あの人のお母さんがそうさせたがっているということも。ちょっと待ってください。それはまた別の問題です。今日、少なくとも今日はそう心に決めているはずです。では、あなたの気持ちはもう動かないのですね。ええ。もし私がこのまま黙って帰って二度とここへ現れないとしたら。そしたらみんなが不幸になるだけです。僕も含めて何にもならないことです。誰も喜ばない。何の話？面白そうね。あなたの悪口さ、言われた仕返しに。嘘でしょ？そうですよね。本当ですよ。うん、あなたは私の悪口は言わないわ。あれです、あんな気でいるんだから。さあ、ご飯にしましょう。一緒に来てください。何もないんですけれど。もう少しここにいましょう。静かに。ええ、そうしましょう。まるで街の中でないようですね。それに日も落ちたので涼しくなりましたよ。母さん、もう吉戸を入れなくちゃダメね。そうね、梅雨が明けたらうんと暑くなるよ、きっと。入梅はいつです？12日。上がるのはいつです？梅雨30日っていうから。雷が鳴るまでよ。この頃は雷が鳴ったってなかなか上がりゃしない。いろんなことが変わりますね。朝子さん、ピアノでも弾かないか。聞きたいんだっておっしゃっていたよ。ええ、ぜひ一つ。ダメ、私。ダメだから聞きたいんだろ。うまいのならよそで聞けるよ。自分が先に弾けばいいでしょ。ボタン長が楽譜なしで弾けるんだから。僕の後じゃなおさら弾けなくなるよ。さあ、グズグズ言ってないで。よすんだって。よさなくていいんだろ。せっかく母さんに頼んであげたんじゃないの。ええ、もうよさなくてもいいんです。だけど男がピアノっておかしいじゃありませんか。奥さん、あなたは今日この人に大変いけないことをなさいました。ご存知ですか？知っています。でもそうするより他に仕方がなかったと思います。分かっていますよ、おばさん。あれはあれでよかった。大変よかった。でもあなたも悪かった。そうだろう、あなたも悪かったよ。本当に。本当です、その通り。何にも言わないでね。済んだことはかわいそうだから。大丈夫ですよ。あの人には責任のないことです。ありがとう。僕は悪者じゃなかったでしょ。私には何と言っていいのかわからない。何にもおっしゃる必要はありませんよ。みんなが考えて一番いいと思われる結果が自然に出てきたのですからね。ドラ、僕も一つ体操でも始めようかな。するの？体操ってラジオ体操のこと？私もしようかしらと思ってるの。